カルティベーターへようこそ。スポーツ文化ジャーナリスト宮島靖子です。今日は今週の土曜日に行われる勉強会のご案内ちょっとさせてください。2020オリンピックイヤーだからこそ考えよう、スポーツにできること。なんと2020年2月22日、これに令和2年ですから、よくもまあここまで2が重なったと思います。場所は東京ウィメンズプラザ。これは地下鉄の表参道の駅から歩いて7分ぐらいのところです。そして時間は13時受付開始で、13時半から16時45分までです。今回ももうたくさんの素敵なスピーカーの方が登壇されます。まず SDGs、この田瀬さんの右に出る人はいないと言われるくらいなんですけれども、田瀬さんがまずスポーツと SDGs の関係についてお話をしてくださいます。まあ、サステナブルデベロップメントゴールズということなんですけれど、なんか分かってるようで分かってないのはこの SDGs だと思うんですね。そこをしっかりとまずは学習して、スポーツに一体どんなことができるのかなって考えてみたいと思います。それからそのお隣、マセソン美希さん、長野パラリンピックの時には金メダルをバンバンアイススレッジレースでこうソリですね、氷の上をソリのようにこうと滑っていくんですけれど、あれで金メダルをたくさん取ってカナダの方と結婚をしました。そして今、IPC 国際パラリンピック委員会、それから IOC の教育委員でもありますが、何かこうパラリンピックを通じてもっと世の中を変えることができないかなという活動をされています。そういった話もお聞きしたいなと思います。そしてこちら、立本さん、はるかさんです。立本さんはもうご存知、リオデジャネイロオリンピック柔道の金メダリストですよね。なんか柔道着着てないとものすごくシュッとしちゃって、美人さんになってね、雰囲気変わっちゃったんで、はるかちゃんこんなだったって感じですけれども、はるかさんのお話、とっても楽しみにしたいと思います。そして、高尾先生といえばもう私たちのこの女性スポーツ勉強会のレギュラーなんですが、去年の11月に高尾先生はアフリカにいらっしゃいました。アフリカの女性が妊娠出産する場面に立ち会って、どういう環境で仕事をし生活をしているのかというのをつぶさにご覧になって、もういろんなことを感じられたそうです。まあ、そういったリポートも含めて伺ってみたいなと思います。まあ、トップアスリート、それから女性の意思、それから SDGs の観点からご覧になる方、そういう違う面から見て、まあ、オリンピックっていうものが今年ボンとあるんですけれども、そこに向かってどういう形でスポーツを見ていったらいいかなっていう、何か一つの指針ができるといいなと思っています。なお情報交換会17時から行う予定だったんですが、これは中止させていただくことにいたしました。この女性スポーツ勉強会というのは、実はもう今回15回目なんですね。まあ、1年に2回から3回行っているんですけれども、東京で行うことがほとんどですが、その他にも岐阜に行ったり、それから盛岡にも行きました。そうですね、金沢にも行きました。地方の方に女性が持っている体の特徴、それから、まあ、少女から大人になっていくに従っていろんなその体の変化、そういったものにどうやって対応していったらいいのか、コーチの方にも知ってほしい、もう女性だけでなくもう男性のコーチに絶対知ってほしいっていうこともたくさん勉強してきました。まあ、この勉強会はもともとモンスポ NPO 法人バレーボールモントリオール会という1976年のモントリオールオリンピックの女子バレーの金メダリストと当時のジャーナリストが一緒になって作った NPO 法人、私もその一人理事なんですけれど、そこでやっていたんですが、今回一般社団法人カルティベータが立ち上がったということで、カルティベータとこの、モンスポが一緒にがっつり四つに組んでですね、一緒にやりましょうということになって、その第一弾として行われるものです。
まあこうした勉強会って続けていくといろいろなこう社会の変化にも出会うことができて、実は2018年内閣府の男女共同参画特別チャレンジ賞という賞をいただきました。なんかね、首相官邸まで行ってこんな表彰状をもらってきましたけれど、まあ表彰状そのものが嬉しかったっていうより、なんかこう今まで自分たちやってきたことが間違ってなかったんだな。まあこうやってあの女性の体のことって意外と無視したり、選手自身も無視するし、コーチも無視するし、まあ生理なんかないくたっていいんだなんて言ってる人いっぱいいるんですけど、それじゃいけないんですよね。そういうことにもちゃんと向き合ってやっていかなきゃいけない、そういうことから始めた勉強会ですけれども、今回はちょっとテーマを大きくして、まあオリンピックに向けてスポーツの可能性を探るということでドーンと構えてみました。ぜひ皆さんいらしてください。2月22日お会いしましょう。